アンザの変これパチ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 。はい、毎回僕がまあいろいろ持っているいろんなコレクションの中から一つを紹介しようというこのアンザの変これ。今回はドラえもん道具カタログです。はい、このカタログですね、ただのカタログではないんですね。この実際これはね、まあ22世紀にならないとダメなんですけど、22世紀になったらここから注文ができるという一品でありまして、ここにさまざま皆さんが知っているカタログがまあこう出てるんですけど、例えばじゃんじゃーん、何がいいですかね、皆さんがめっちゃ一番知っているメジャーなやつですね、ドラえもんといえばタケコプター。ここに値段が書いてある、15,000円。はい、これがタケコプターのね値段なんですけど、15,000円。例えばこれが欲しいと言って、これで欲しいと言うと22世紀ですね、なるとここでもう注文完了で、22世紀デパートからこのタケコプターが送られてくるという購入ということで、まあドローンじゃないです、もっと先の未来ですねこれね。どこでもドアみたいなのでプルッとこう送られてくるのかどうかは知りませんが、こういう感じでですね、ここにこう書いてあるんですけど、通信販売ができるんですけどね、ここにこのカタログは22世紀以外の時代からのご注文は受けられませんので、あしからずと、ということで22世紀になるとこのカタログでどんどん秘密道具が変えてしまうという、なんとですね、これ2112年度版と書いてあるんですね。それで作ったのは22世紀デパートがの製品が買えるというわけなんですけど、これまあね、昔の本なんですけど、これよくあった毎週一冊出た藤子不二雄ランドっていうののね、まあ増刊別冊で出てたんですけどね、これ昔は508円、まあ508円で買ったんですけど、今ね結構高いですよね、うんまになってる。それでですね、この本のすごいところ、ドラえもんとかもあるんですけど、もちろんトップページはドラえもんなんですけど、トップの商品はドラえもんはなんと安いんですね、20万円。これ20万円、ドラえもんあんまりこうね中身を見せるわけにはいかないですよね、本ですからね、買うなんで。次、そしたらドラミちゃんはなんと100万円、ドラえもんの5倍。まあもともとドラえもんは特化品って言われてますからね、あのダメロボットでね、あのオイルもこうね、溜まったドロドロのオイルみたいなので作られたのがドラえもんで特化品だったってね。こんな感じでこういう風にですね、一個一個に値段がちゃんとわかるんですね。例えば皆さんが気になるであろう、さっきねタケコプターは15,000円だったじゃないですか。例えばね、どこでもドアおいくらなんだろうなんて思ったりしませんですか。どこでもドア、それでどこでもドア、どこでもドアの値段はありましたね。どこでも簡単に行けてしまう、どこでもドア、これ意外とお安い、64万円。うん、ドラミちゃんより安い、どこでもドア64万円で買えちゃう。だからこう22世紀になると、これでこれが欲しいっていうと、これでもドア、どこでもドアがね届っちゃうんですね。こんな感じで、よん。このご注文方法っていうのがあるんですけど、至って簡単です。地球上にお住まいの方に、ほら、声を出して、これが欲しいという言葉を言うと、それだけで送られていく。ね。なんですけど、ここに書いてあるとおり、22世紀じゃないと使えない。っていうね。こんな感じで、この、ドラえもん秘密道具カタログ、いいですよね。ってでね、これ昔まあよく読んでて、まあ当たり前ですか。で、うん、懐かしげに最近こうまた見ると、改めてこのあのこうメカのね細部まで塗ってるんですよね。これしっかりこういう風にこんな感じ、あの一個一個、例えば月光灯の中身はどうなってるかとかね。こんな感じで、
だからこれ中身のメカとしてのね、あの普通中身って分かんないじゃないですか、アニメ見てるだけではどんな風になってるのかとかね、それがね、それまで分かっちゃうって。ドラえもんもまあこんな感じで、まあこれ表紙ですけど、ドラえもんのよく言われてるペタリハンドね、じゃんけんができない、ペタこう指がこんな感じが出るんですよね、こんな感じの指が出るんですね。だけどあとほら足はね浮いて地上からはくっついていない、こういうのもここを見るといろんな情報が出ていると。ペタリハンドありますね。ねえ、こんな感じ。頭の中、実はこんなになっちゃって。ねえ。こんな感じの、この、22世紀になると、その商品が買えてしまう、ドラえもん秘密道具カタログ。今回の編、これで紹介してみましたが、ぜひ、皆様に買ってほしいピッですね。今だったら古本屋ですかね。どこですかね。古本屋、うん。交換古本屋。とか、アマゾンとか書いちゃうのかな。うん。ぜひ、この一品、ヘンコレとして皆さんもぜひ所持して、22世紀まで生きてることができたら、一緒に秘密道具買いましょう。ということで、今回は、ドラえもん秘密道具カタログヘンコレ、でした。また次回に。